小僧が持っているキーブレードはどんな鍵でも開けられるんだな。その通り。実はこの冥界にも立派なコロシアムがあるんだ。その恐ろしさに比べれば地上のなんか子供だまし。それならそこでヘラクレスを戦わせればいいじゃねえか。ゼウスが封印しちまって。ちぃはっ。そう、小僧から鍵を奪ってコロシアムの封印を解いてしまうのさ。いい考えだが、あの鍵は使い手を選ぶ。おまけに小僧はなかなか手ごわい。あの女を使ってやろうか。ほら、ドナルド、グーフィー、久しぶりだな。久しぶり。わあ、こんにちは。また旅をしてるのか。うん、ハートレス退場しながら友達探し。ヒーローの卵は忙しいな。まあね。来たのか。明日のお試合に備えてゆっくり休め。疲れたヒーローなんて誰も見たくないぞ。忘れたか。試合に勝つためのアドバイスは二言。たくさん食って眠れ。よく来たな、ヒーローの卵たち。元気そうだね。当たり前だ。それでお前たちはどうだ。本物のヒーローになれたか。まだまだだな。で、今日はどうした。Thank you.
我らがヒーロー戦、調子は？ヒーローたるもの常に最高の状態で戦ってくれなくちゃね。そうだ、ハデス、話がある。うわあ。実はニュースがあるんだ。お前の大事なメグが、メグが冥界に迷い込んだみたいだな。お前が連れて行ったんだな。さあね、どっちでも同じことだろ。どこへ行くんだ？お前はここに残らないと大変なことになるぞ。今日の対戦相手はとてつもなく危険なヒュドラ。さっさと倒さないと街で暴れ出すかもしれない。あんたが暴れさせるんじゃないの？俺またどっちでも同じこと。なんて卑怯な。俺はヒーローじゃないからいいんだもんね。大丈夫か？僕たちヒーローでしょ？たまごだけどね。メガラもオリンポスストーンも俺たちに任せてよ。頼んだぞみんな。メグのところへ頼む。
ピアスよ。お前ロクサス？なんだそれ。ロクサス？やっぱりダメか。だから、なんだそれ。ダメなことを確認した場合は戦って本性を引っ張り出せか。こういう任務は俺向きじゃないと思うんだよな。何言ってるんだよ。あ、泥棒発見だ。人聞きの悪いこと言うなよ。舞い踊れ水たち。ロクサス、帰ってこいよ。まだ言ってるよ。
行こう、メガラが待ってるぞ。